レイとハナのシュシュゲット TV。 ハローエブリワン、レイです。ハナです。初めての YouTube ということでご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画は私レイとハナの2人が皆様に贈り物をしていく、いわゆるウェブラジオです。イエーイ。後ほどブランド名というかチャンネル名についてもじっくり紹介をしていこうと思っています。移動時間などの暇つぶしや何か作業しながらの作業用 BGM にでもしていただけたら嬉しいです。はい、というわけでそれでは早速始めていきましょう。シュシュギフト TV1 個目、ファーストプレゼント、レイとハナのシュシュギフト TV。さて、いよいよ始まったこのラジオ、私レイとハナの2人でお送りしてまいります。タイトル第1回とかではなく1個目って言いましたよね。言いました。そう、一個ね、第1回とかでもまあいいんですけど、まあ、せっかくこの贈り物をテーマにしていくラジオってご紹介したので、うんうん、まあ、ギフト1個目、2個目というようにまあ重ねていきたいなと思います。まあね、今回のタイトルもファーストプレゼントでしたからね。なるほど、皆さんたくさんギフト受け取ってください。受け取ってください。ところで YouTube の動画が流行っているこの時代に急にラジオに戻りましたよね。戻りましたね。まあね、昔7年ぐらい前かな、私ニコニコ動画でこんな感じのウェブラジオをやってたんですよ。あ、そういえばやってましたよね。そう、前なんか当初はね、声優さんがやってるラジオがすごい好きで、まあ、見よう見まねで真似したかったってだけだったんですけど、まあ、それがすごい楽しかったのと、まあ、懐かしいなと思って、まあ、この前カフェに行った時に花ちゃんに私とラジオやりませんかって口説きまして、まあ、無事成功した結果、今回このめでたく第1回目を迎えることができました。ありがとうございます。こちらこそ誘っていただいてありがとうございます。どうですかラジオ。いや、なんか全然こういうことやったことなかったんだけど、もっとやってみたいなっていうのはあったんで、ちょっと誘ってもらえてすごい嬉しいなっていうのと、ちょっと今すごい緊張してるのと、ね、ちょっと緊張のね、第1回目ですからまだね、ちょっと緊張があるかもしれないですけど、まあ、これからどんどん慣れてもらってって言っても私何様やねんって感じだけど。いや、でも7年前からやってる大先輩なんで、いやいや、ちょっと学びつつこれから頑張っていこうかなっていうところですけど、もうね、フランクに全然いつも通りの私たちを、ね、お届けできればと思いますよ。まあまあね、私たちね、もともとこうネット民でしたからね。そうですね。で、もともとまあネット民で、で今のようにまあ SNS とか YouTube で顔を出したりとか本名を出したりとか、まあ、結構よくありますけど、まあ、そういうのをやっていく時代ではなかったんで、ちょっと顔出しっていうのがなかなかちょっと難易度が高いなっていうのがあって、いやー、ちょっとさすがにはねっていう話になって、まあちょっとラジオしようっていう話になったんですけど、そうです、まあ、なんかいろいろやりたいことはあるんで、うん、まあ、そのうちまあ動画らしく、まあ、動画にしてみたりとか、うんうん、写真で紹介したりとか、うん、まあ、ロケなんかもねやっていきたいっていうふうに思ってますんで、ね、よろしくお付き合いください。お付き合いくださいね。ロケ超やりたいね。ロケめっちゃやりたいね。動画の醍醐味だもんね。そうそうそう、まあね、その時には動画をこうお届けしたりとかしたいと思ってます。まあ、それではね、いろいろこう話してしまいましたが、まあ、第1回目ということで、まず私たちの自己紹介をしていきたいと思います。結構時間経っちゃって、もうまずはって感じじゃないですけどね。ですね、全然まずはじゃないけど、じゃあ、まず、あ、まずじゃないな、まあ、レイからいきます。名前はさくらレイと申します。名字がさくらで、花が咲くの咲くっていう感じに、いい悪いとかのいいと書いてさくらと読みます。一応名前がレイで、まあ、綺麗とか麗しいとかうららとかで検索すれば出る感じのレイです。まあ、この名前は私が小学校6年生の頃から使っているペンネームで、まあ、かれこれもう長いこと使っているので、まあ、本名とは違うけども、まあ、もう一つの名前として気に入っている名前です。私もたまにもうなんか本名じゃなくてレイって呼んだりとかしてた時期もありましたもんね。ね、本名知ってるのにペンネームで呼ぶっていう。友達も本名知ってるけどレイちゃんであえて呼ぶ子とかもいますね。まあ、それぐらい私の第二の名として浸透してるかな。そうですね。で、誕生日は7月23日の夏生まれです。好きなことは漫画読んだりアニメ見たりがまあ好きなのと、あとお絵描きをするのが好きで、あとはペーパークラフト、それから海外旅行です。いいです ね、 ね、海外は好きです。まあ、主に、ね、ヨーロッパとかなんですけど、ちなみにまあ紅茶と
そしてイギリスが大好きです、まあ、ヨーロッパって言いましたけど、まあ言ってしまえばイギリスですね特にイギリスが好きです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで次は私ですね、うん、で改めまして皆さんもはじめまして、花と申します、はい、この名前なんですけれども、まあ、実は本名をもじってつけてまして、うん、まあ、ちょっとお花とかお花のモチーフとかが好きなので、まあ、こういった名前にしてまして、私結構気に入った名前になってます、うん、で誕生日なんですけれども、まあ、3月30日の春生まれです。で趣味が、まあ、本や漫画読んだりとか、あとはお話、あの小説ですね、書くこととか、うんうん、得意ね。あとペーパークラフト、まあ、旅行ですね、私も旅行とか好きで、あとはちょっとまあ舞台を見に行くことですね、ちょっと推しを補給するために舞台を見に行くことと大事あと自分で言うのもなんなんですけど、まあ、結構こういう感じで好きなことが割と多くて、なんかいろんなことに興味があります、うん。で私もちょっと同じく紅茶がめちゃくちゃ大好きで、まあ、イギリスやドイツなどヨーロッパもすごい好きです。で学生時代は少しだけなんですけどドイツに留学してた時期もありました。うん、そうね、まあ、とりあえずざっくりこう自己紹介をしてまいりましたが、うちらは割と共通点がね多いんだよね。そうだね、なんか趣味が結構だいぶ被ってるねみたいな同じ人かなみたいな。そう、今なんかね、お互いちょっと台本にこう自己紹介とか書いたんですけど、いや似てること言ってるやんみたいな感じで、でも本当にね、もともとそれが好きっていうのがあって、そうだね、なんかちょっとこれ別に合わせに行ったわけではなく紅茶もね好きだし、まあ、海外もねよく行きましたし、そうだね、2人で行ったりとかね、あとはね、ペーパークラフトもそうだし、うん、まあ、漫画ねとかもね全然するしね、うん、でまあちょっと違うとこっていうと、まあレイの方はお絵描きこうの方にやってて、ね、私はどっちかっていうと、まあ、小説とか書いたりとか文章を書く方が、うん、絵か文字かな、ね、みたいなところの違いはあるかなっていう感じです、ね、まあ、でも似たような活動はしてるし、絵か文字かの違いぐらいしか見つからないぐらい、まあ、基本なんか好きなものが一緒と、うん、そうだね、なんか小物とかの趣味とかも似てるもんねそうなんだよね、結構好きなものがお互い分かってるので、プレゼントとかがいい感じのもの、あ、これ好きっていうものをいつもくれます。そうなんですよね、なんかギフトの話とかも今後あとしていくんですけど、ね、まあそうですね、結構好みが被ってるんで、うん、お互い選ぶのが結構ね、これ多分好きだろうな、私も好きだしみたいな、ね、そう、自分も好きだしみたいなところからなんかちょっと選べるっていうところはあるよね、うん、ね、ちなみにね、ね、私たちは関係性としましては、まあ、ちょっと不思議に思ってる方もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、実は同い年で高校が一緒でした、うん、で、まあ、高校が一緒だった縁で、まあ、ずっと遊んだりとか連絡取ったりとかしてたんですけど、うん、まあ、大人になってから、まあ、気づいたことっていうのが、まあ、ちょっとさっきも話したんですけど、うん、まあ、なんか好きだなって思うデザインとか、まあ、趣味思考とかがすごい似てるなっていうことが、うん、ちょっと大人になってから気づいたことですね。ね、まあ、ね、昔はそこまでなんか気がというかとは思ってなかったというか、普通に友達だったのが、そうだね、大人になってから意外と、あ、それいいよねって思ったものがいいよねってなって気づいたらこんなに共通点が、そうなんだよね、なんか別に高校生の時はそんなにそうね、なんか、まあ、普通に昔も一緒でとかで、うん、そうそう、みんなで話してたとかぐらいで、うん、だったんだけど ね、なんか気づいたらなんかプレゼントとかなんかあげたりしてるし、うん、あれなんか子供一緒じゃないみたいなめっちゃすごいね、よく知ってるねみたいな感じだったのが、お互い好きだったっていう ね感じなんだろうね、はい、そういう感じだよね、まあ、この二人でいろいろと一緒に挑戦したり楽しんだり今のところしてます。で、ね、今回、まあ、このタイトルにもなってますし、うん、まあ、このチャンネル名にもなってるんですけど、まあ、その中でもこのギフト、それからさっき言った紅茶とか、まあ、海外とかお花とか、この辺が特に共通点として入れてますかね。そうですね。でこのチャンネル名にもなっているシュシュギフトなんですが、2人で立ち上げたブランド名になってます。そうです。まあ、意味を、ね、説明しますと、まあ、さっきも言ったギフト、まあ、これがテーマになっております。でコンセプトを一言で言うと、お気に入りのギフトですね。はい、このシュシュギフトのシュシュっていうのがフランス語でお気に入りという意味でして、まあ、そこにギフトをつけています。
なぜギフトかっていうと、まあ、先ほどもちょっと話しましたけど、私たち2人も贈り物が好きなんですよ。そうなんですよね、めっちゃ好きなんですよね。で、誕生日プレゼントとか、うん、お礼とか、うん、まあ、人に贈るギフトっていうのを選ぶのも好きだし、まあ、なんかちょっとしたことでもなんかあげたくなっちゃうとか、ね、まあ、なんなら、まあ、自分のためにこうなんか高いものとか例えば買ってちょっとどうしようかなっていうふうにお金使ってちょっと悩むよりも、まあ、これ誕生日プレゼントだからっていう風に、うん、人のために出そうが、まあ、別にちょっと予算オーバーしちゃってるけど、でも誕生日プレゼントだからっていうんで、まあ、こうスッとお金が出せちゃうっていうのはありますよね。あるね、もう本当ある。もうね、可愛いものとか見つけると、あ、これ可愛い、なんか誰かなんかいないっけ、誕生日とか近い人とか、なんかね、あげる目的を試しちゃうね。自分のためじゃないっていうね。そうですね、なんか あげる人を探すみたいな。誰かなんかないかなみたいなね。自分が欲しいんじゃなくて誰かにあげたいみたいな、ね、あげたくて欲しいっていうね、ありますよね。で、あとなんかラッピングとかお手紙とか、まあ、プレゼントだけじゃなくて、そういうなんかプレゼントに添えるプラスアルファというか、そういうのも好きなんですよね。わかる、めっちゃね、それももらうのも嬉しいけど、やるっていうか作るのもね楽しいんですよね。そうなんですよね。なんかそれで、まあ、私たちが贈り物を選んだり送ったりするのが好きなのはもちろんなんですけど、物を作ったりするのも実は好きでして、うん、で、まあ、自分たちが作ったものが、まあ、誰かの贈り物になればいいなっていう気持ちが込められているのがこのシュシュギフトになります、はい、で、主にまあハンドメイドですね。そうですね、まあ、このね、何をやってるかはいずれまたご紹介させていただければと思います。で、こうやってラジオをしていく中で、まあ、私たちのおすすめとか、あとは試してみて良かったものとかも一緒にご紹介できればっていう風に思っておりますので、うん、まあ、プレゼント何にしようかなとかっていう風に探してる方とか、うん、あとは自分が頑張ってるご褒美とか、自分への贈り物ですね、うん、そういうのにしようかなっていう風に、まあ、皆様の何かのきっかけになれたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今後のこのラジオの展開をお楽しみに。レイとハナのシュシュギフト TV、続きましてコーナーを紹介しながらやっていきたいと思います。毎回まずやりたいというこのコーナー、名付けて Today's Tea Time。 はい、私たち2人は紅茶が大好き、でもまだまだ詳しくないし、たくさん開拓したいということで、このコーナーでは紅茶をテイスティングして、その感想や魅力を皆様に伝えつつ、ここに記録として残していきたいと思います。イエーイ。はい、で、私たちのすでにおすすめなものもあれば、うん、あとは、まあ、まだ飲んだことない初挑戦のものとかもあって、うん、まあ、はたまたあとはカフェで実況とか、まあ、ロケですねしたりとか、うんうん、あとはまあ様々なパターンでお届けできればっていうふうに思っています、はい。まあ、ちなみに私たち2人の好みなんですけども、ね、ここ大事だね。実は2人と もう紅茶に砂糖は入れない派ですね。入れないです。で、あとちょっとフルーツ味が強いあのフレーバーティーとかもちょっとあんまり得意ではないかなっていうところですね。このね、ちょっと好みは最初にお伝えしとかないと、まあ、あのすごい甘いものが好きだとか、まあ、そういった方とかに聞いてみて、なんか違うじゃんってなるので、まあ、一応私たちの、ね、好みを最初にちょっと伝えておきたいと思います。そうですね、こういった感じの好みですっていうところですね。で、あと、まあ、まあそうですね、甘い紅茶が好きっていう人とはちょっと違った感想になってきちゃうっていうところはあるんで、うん、まあ、そういった好みがありますっていうところと、まあ、でもあのいろいろね挑戦していただけたらとは思ってるんで、うん、まあ、あのそういうものに巡り合えたら紹介はしていきたいなというふうには思っています、はい。ね、美味しい魅力はなるべく伝えたいと思います。そうだね、まずいとは多分言わない、あの、うん、本当にまずかったら言うかもしれないけどおすすめだったらね、そうちゃんとそういう感想に。そうだね、うん、しかも多分もしかしたら意外とチャレンジしてみたら美味しいっていう可能性もあるしね、うん、そんな気づきも得たいですね。そうですね、はい、ではでは早速始めていきましょう。今回テイスティングするのはリントンズのアールグレイです。花さん、ご紹介お願いします。はい、ちなみにこちらには持ってきているんですけれども、ね、パッケージが今ありますよ。ですね、まずリントンズっていうブランドなんですけれども、うん、イギリスの紅茶ブランドになります。そうですね、私たちの大好きなイギリスなんですけれども、まあ、公式サイトの方からですね、ちょっと書かれてた情報を一部引用するんですけれども、はい、リントンズは1907年にイギリス北部のニューカッスルというところで創業した紅茶ブランドになります。ほう。で、今回ちなみに紹介するアールグレイの、まあ、名前の元になった方がいて、うん、まあ、もしかしたらご存知の方もいるかもしれないんですけども、グレイ伯爵という方が名前の元になってます。で、この伯爵もですね、実はこのニューカッスルが出身らしいんですよね。そうなんだ。
で、こちらの特徴としては、まあ、イギリスのスーパー百貨店でも実は買うことができない、そうなの、宅配専門の紅茶ブランドになってます。あ、そうなんだ、私もそれは知らなかったです。そうなんですよね、なんであっちで買う場合もなんか宅配だけでやってるみたいなんですよね。確かに見たことないじゃなかったかもしれない、向こうで。そうですね、あんまりなんでスーパーとかには並んでないらしいんですよね、うん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 。で、もう一つ特徴としてリントンズの宅配地域っていうところが、まあ、そのイングランド北部だったりとか、うん、スコットランドなんですけど、うん、実はそこって軟水の地域なんですよね。なんかヨーロッパっていうと、まあ、硬水のイメージが強いんですけど、軟水の地域なんで軟水に合ったブレンドになってると。なるほど。で、まあ、皆さん聞かれてる方、ちょっと日本の方も多いと思うんですけど、うん、まあ、日本って軟水の地域なんで、そうね、そう考えるとリントンズの紅茶って軟水に合ったブレンドになってるので、なるほど、日本の水でも美味しく入れられるというところが、まあ、おすすめのポイントですね、うんうんうん。まあ、その他にもいろいろ情報あるんですけれども、うん、まあ、詳しくは公式のホームページの方で詳しくいろいろご紹介されてますので、まあ、気になった方はぜひぜひそちらをご覧ください。うん、ちなみにですけど、私ここのショートブレッドがめっちゃ好きで、言ってましたね。そうなんですよ、ここのショートブレッドをミルクティーにちょっと浸して食べると絶品なんで、うん、もし紅茶気になって買われるっていう方がいらっしゃったら、一緒にちょっとショートブレッドもカートに入れていただいて。でね、皆さんショートブレッドってご存知ですか？なんかブレッドだからパンなんじゃって思ってる方もいるかもしれないですけど、そうですよね、そこもちょっとなんかね、クッキー的なね、そうです、日本で言うとね、まあ、ちょっと日本でもあれですよね、有名なやつありますね、ウォーカーズとか、ちょっとチェック柄になってる、ね、パッケージのありますよね、まあ、ちょっとそういったクッキーなんですけど、バターたっぷりな感じなんで、うんうん、まあ、ちょっとカロリーが若干気になるかなっていう、あれだけだとちょっと甘いなって思うけど、そうですね、紅茶につけることによってなんかこうね、いいんですよね、なんだろう、パンにスープつけて食べるみたいな、そうですね、そんな感覚で美味しく食べれるやつです。あと、まあ、口の水分取られるんで、まあ、つけて食べるとちょっといい感じにこう紅茶の水分を吸い取ってくれて、なんかこう食べやすくなるんですよ ね、 それがショートブレッドです。そうですね、皆さんぜひ試してみてください、はい。で、今回の紅茶なんですけれども、うん、まあ、先ほどちょっと触れたようにアールグレーになってまして、うん、で、茶葉としてはケニアの茶葉を使って、うん、天然のベルガモットだけで香りをつけているということらしいです。で、こちらなんですけれども、リントンズの公式通販サイトで買いました。うん、で、基本的には、まあ、公式通販サイトでのみのお取り扱いなんですけれども、英国店とか、うんうん、そういった百貨店とかでやっているイベントにも出店されていることがあるので、まあ、そういう時に関しては店頭でもご購入いただけます、はい。で、価格なんですけれども税込み1200円ですね。で、税込み1200円でティーバッグになってまして、50杯分なんで50包み入っているような形になります。たっぷりです。で、入れ方ですね、あとは。熱湯で、まあ、3分から5分ということなので、まあ、今回はちょっと間を取って4分で入れて飲んでいきたいというふうに思っています。はい。ね、毎回ストレート、ミルク、砂糖も試したいと思ってるので、まあ、今回間取ってね、4分。4分ぐらいで、そうですね、入れてみようっていうところで。はい、はい、それではじゃあ紅茶がね、入れ終わりましたよ。色綺麗ですね。ね、なんかいい感じですね。香りどうでしょうか。香りがちょっと、アールグレイのいい香り。なんかアールグレイって、まあ、物によるんですけど、こう入れる前の茶葉はすごいいい香りなのに、入れた瞬間になんかその香りじゃなくなるってない？ああ、なんか香りがなくなる。そうね、確かに茶葉はいい香りなんだけど、入れると違う匂いになるみたいなね。でもこれはちゃんとね、アールグレイの香りが残ってますよ、うん、いい香りがしますね。で、ちなみにこのリントンズなんですけれども、うん、イギリスで信頼の高いグレートテイストアワードっていうのを受賞してるらしくって、うん、まあね、なんか美味しいやつですね。そうですね、まあ、味が美味しいっていう信頼がお墨付きっていう、三つ星とかみたいな、そういうなんか印ですっていう形で取ってるらしいんですよね。で、なんかまあそれに関しても詳しくは公式のホームページに書いてあるんで、気になった方はぜひ見てみてください。はい、イギリスのブランドですけど日本語サイトもありますかね。そうですね、リントンズジャパンっていう日本の、会社さんがやってますので、じゃあしっかり読めます、ね、はい、日本語で全部読んでいただけるんで、ぜひそちらもご覧になってみてください。はい、ご覧になってください。
ではじゃあ早速試飲ですねしていきます。はい、じゃあまずストレートからですね。はい、ストレートです。熱いやけどしないように気をつけてください。うん、うん、すっきりしてる感じ。そうですね、割と飲みやすいかなっていう感じですね。まあ、ちょっと飲んだことある人があるかわかんないですけど、なんかフランス系のなんかあのアールグレイとかって結構香りがすごい強めについてるじゃないですか。うんうんうん、だからそれと比べるとだいぶあのそこまで香りがすごい強い感じじゃなくって、割と茶葉の方のあの味の方が出てるかなっていう感じですかね。なんかアールグレイ私たちは好きなんですけど、苦手な人ってこの癖のある香りがちょっと苦手っていう方でもそこまでこう気にしないで飲める感じ。うん、そうですね、確かにアールグレイのそうですね、香りの方がすごい苦手な人とかは飲みやすいかもしれないですね。ストレートでも全然渋みもなくすっきりと美味しく、うん、すっきりですね。なんかこれ結構アイスティーとかにしても美味しそうですね。確かにちょっとこれからの季節だとまあホットの方がいいかなっていう感じはするんですけど夏場とかはアイスにしても美味しいかなって感じですね。ではあの続いてイギリスの特有の飲み方、あのストレートにミルクだけ足すっていうね、ミルクティーですね。まあ、私はそれが好きなんですけど、なんか大体日本だとミルクティーイコール砂糖も入ってますけど、そうですね、あの向こうはミルクのみで入れすぎちゃった、ね、結構豪快に今いきましたね。ドボッとドボッと、でもね色もいい色ですよ。良き良き色ですね。いい感じですね。このミルクティーの色いいですよ ね。でミルクティーにするとまたこう香りがね変わりますから。そうですね。じゃあミルクティーも飲んでいきましょうか。うん、やっぱほんのりミルクの香りがいい感じです。あ、いいですね、ミルクの香りが。うんうん。あの濃厚になった感じ。あ、そうですね、確かに。ああ、私このミルクティー好きだな。すごいまろやかです。うん、飲みやすい。なんかまたさっきのスッキリ具合とはもう全然変わりますよね。そうそうね、打って変わって、なんかストレートだとスッキリなんだけども、ミルクだとなんかそれが薄まるっていう感じではなく、ミルクの濃厚さがこう、ね、プラスされてる、まろやかになる感じですかね。いや、ごくごくいけますよ。あれですね、多分ミルクティーにするときは結構、まあこれさっき3分から5分って言いましたけど、割と濃いめに入れた方が美味しいかなって感じですね。これ結構今4分で入れましたけど、5分ぐらい出してもいいかなっていう。そうだね、でもかといって薄い感じで、なんか大体ちょっとストレートで飲んで美味しいぐらいだとミルク入れると薄くない。そう、ミルクの方が強くなっちゃったりとかってしますけどそれがなんかこれはそうでもないというか、割と茶葉がしっかり味が出てるのかなって感じしますね。さすがプレートテイストアワード覚えて帰ってください覚あの信頼のおける味の評価らしいので、他のね茶葉の種類も取ってるんですよね。そうですね、なんか全部取ってるみたいなことが確か書かれてたと思うんですけれども、まあ、いや美味しい。もうさっきからごくごく言ってますね。美味しいですよね。まあ、しかもこの季節にやっぱホットのミルクティー いいですね。だいぶ涼しくなってきましたからね。じゃあ最後に、まあ、ちょっと私そんなに得意ではないとは言ってましたけど、ちょっと砂糖をじゃあ出してみましょうね。そうですね、どれぐらいいきますかね。小さじ1って多いのかな。小さじ1は、まあ、私たちには多いでしょうねでもまあちょっとスティックシュガーってどんぐらいなんですかね。なんかもうその知識すらないんですけど、スティックシュガーは確か 2g か 3g ぐらいだったような気がしたんですけど、 2-3g ぐらいじゃないですか。小さじ1って何 g だっけ。小さじ1もそんぐらいだったような気がしますけど。じゃあ小さじ1行くぜ。小さじ1を、まあ、おもむろに今私の方に投入しましたけどそう、いやー、これ大丈夫ですかね。しかもあれです、ちょっと私の家で収録してるんですけども、砂糖は基本入れないので、料理に使う砂糖からおもむろに投入してます。スティックシュガーなんてものは持ち合わせておりませんでした。まあ、砂糖使わないと料理にしか使わないですもんねシロップとかももちろんないです。まあ使わないですもんねあってもしょうがないっていう。そうですね、まあ、どんな飲み物も入れないですもんね、砂糖。そうね、じゃあ砂糖入りの方じゃあ飲んでみて。香りはそんな変わんないですよね。そうですね、香りはさっきのミルクティーの香りですね。あ、でもあ、まあ
甘いのが好きな人は多分好きなんでしょうね、うん、あの美味しいとは思いますね。たださっきミルクティーはやっぱり飲んでしまってるので、まあ、甘くないのが好きな派としてはやっぱちょっとミルクティーまででよかったかなみたいなところはちょっと、まあね、まあ、正直なところあります。なるべくあのミルクティーだけいっぱい飲んどこうと思って結構飲んだんですけどそうですね、結構飲んだんですけどね。あのでも甘いのがそうですね好きな人は多分あのこれぐらい入ってる方がいいのかなっていうところと、うん、まあ、なんか砂糖を入れてもそんなにこうなんか味が砂糖負けしてる感じはしないです、ね、なんかねちゃんと紅茶なんですよね。まあ、甘党な方とかだと結構何杯も砂糖入れるともう砂糖の味しかしないんじゃないかといつも思ってるんですけど、まあ、でも今一杯ぐらいだと全然あのていうかあのスタバとかにあるラテみたいな、そうですね、ちょっと砂糖が効いてる感じの、うんうん、まあ、ミルクティーっていう感じで、まあ、割としっかり茶葉の味とかあのミルクの味はするので、うん、まあ、あの 1,2 杯ぐらいだったら入れても大丈夫かな、ね、決してミルクと砂糖ではないですって感じで、ね、ちゃんと紅茶のミルクティーです、ミルクティーになってますねっていう感じで、これはこれであの甘いのが好きな方はおすすめなんじゃないかなっていうところです、ね、うん、3パターンを楽しめますね。まあね、ちょっと今回はストレート、まあ、ミルクティーに砂糖になっちゃいましたけど、まあ、ストレートに、ね、砂糖を足して飲む方もいらっしゃると思うので、レモンティーの実証はちょっとやらないですけど、レモンティーはちょっとまた別の種類になってきますからね。そうですね、まあ、レモンティーもし試すとしたら、まあ、ちょっとアールグレーとかあのフレーバーついてるやつよりは普通の、うん、ね、あとまあレモンティーにおすすめっていうお茶があったら、まあ、レモンで、ね、試してみたいな。そうですね、基本的にはこのストレート、ミルク、まあ、砂糖も足すという感じで感想を言っていくような感じにしていきたいですね。多分あの砂糖の感想は合うか合わないかぐらいの感想にしかあの好みによるっていう感じになると思うんで、まあ、合うか合わないかぐらい、まあ、ミルクまでは多分、ね、あの心から実況してるそうですね、ちょっと砂糖入りはさっきみたいな感じに、そうですね、そうですね、まあ、できれば私たちのおすすめとしては、まあ、紅茶はあの口直しというかあの、まあ、コーヒーみたいな、まあ、コーヒーも甘いの好きな方はあれかもしれないですけど、なんか横に甘いお菓子を置いていただいて、まあ、紅茶でちょっと口直しをするみたいな感覚が好きな方にはおすすめかもしれないですね。そうですね、そうですね、甘いお菓子に甘い飲み物っていう風になるとちょっと、参考にならないかもしれません。可能性はありますけどね、はい、飲み物はあの砂糖入れないとかって、あとたまに入れるぐらいのとかだったら、うん、結構その参考になるかなっていう風に思いますね、はい、という形で、まあ、完全に私の味覚には胸左右されますがそうですね、まあ、ちょっと一部をね参考とかギフトの参考とかにもしていただければと思いますので、皆さんぜひぜひお試ししてみてください。はい、でこのコーナーでは皆様からのおすすめの紅茶も募集しております、はい、なのでおすすめの紅茶がありましたらぜひコメント欄に書き込んでください。これからまあ、このコーナー続けていくにあたって皆様のお声も参考にして試していきたいと思います。はい、以上 Today's Tea Time のコーナーでした。レイト花のシュシュギフト TV、 お届けしてきたシュシュギフト TV エンディングの時間です。第1回目でしたがいかがでしたか。いやちょっと緊張しましたねやっぱりいやでも紅茶も美味しかったし、うんうんうん、まあ、これからもこうやってちょっといろいろ新しい発見重ねていきたいですね。ね、まあ、なるべくねこういろいろこう不定期ではありますけどもコンスタントに更新できればなと思っておりますので、まあ、遊ぶためにラジオ収録みたいな感じでねやりたいと思います。そうですね、であとこのラジオでは、まあ、シュシュギフトというブランド名に沿って、うん、自分や皆様のお気に入りのギフトになるものを見つけたり、うん、紹介したり作ったりしてお届けしてまいります、うん、はい、それと同時にね、まあ、プロ知識ではなく個人的に案内とか紹介とかもしていくので、まあ、もしかしたら間違いとかね主観とかも多いかもしれませんが、まあ、こんなのもあるんだぐらいの感覚で、聞いていただけると嬉しいです。そうですね、まあ、皆様の作業用 BGM のようなラジオにしていきたいと思っています、うん、ね、聞きながらなんかやってくださいこれだけ聞いていただいてももちろん OK です。次回もいろいろトークしていきたいと思いますよ。これからよろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけでそろそろお別れのお時間です。番組では皆様からのコメントを募集しております。おすすめのギフト、紅茶などがありましたらぜひ教えてください。はい、で今回は、紅茶ぐらいしか紹介してないんですけれども、うん、今度私たちが紹介したものを試したよというような感想などもお待ちしております。はい、チャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
回は、私たちのそれぞれのブランドの紹介をしていく予定になっています、うん、今日もねちょっとだけ触れましたけど何をするかはって言ったところは次回に持ち越しです。はい、なのでお楽しみに。お楽しみに。ではではまた次回のラジオでお会いしましょう。 See you in the next radio. Have a good one. Bye bye.